翔平 TV 4月プレゼント企画。はい、ということで水野のグローバルエリート軟式内野手用とウィルドライブバッティンググローブを各1名様にプレゼントいたします。 H セレクション革質も抜群のグローブに高校野球対応一般モデル両方があるバッティンググローブをプレゼントいたします。応募方法はこちらの3点。5月に当選者発表を行います。皆さん熱いコメントお願いします。はい、どうも翔平 TV です。お願いします。というわけで本日はですね4月の8日なんですけども、本日はね撮影がなくてですね、今日は時間が空いたということで、今日はお休みということで、僕が普段どんなことを休みの日にしているのかというところをご紹介します。本日は高校野球の、指導者の方に、お呼ばれをしているので行ってみてちょっとご挨拶したいと思います。まあ、今日ね試合らしいので試合をまあ軽く見てご挨拶してっていうのをまあ2件ぐらいやっていきたいと思います。花粉症っていうのもあるんで、もうメガネとマスクも必須なんですけど、これでねまあ泥棒みたいなんですけどね、はい、これでね、やっていきたいと思います。現在今8時半なんですけど、いつも仕事出発するのが8時ぐらいなんで、まあほとんど変わらない朝を過ごしています。で今日ねヒロとも一緒に行くので、8時半に来てっていう話をしたんですけど、ちょっと忘れ物してるので今もう8時半過ぎてます。また来ませんね。まあこれが日常なんで、またですかと。8時半って言ったら8時半に着くように来るので、こういう忘れ物したらもうアウトっていうね、これは社会人としてちょっと良くないので、ここは直してほしいなと思います。今見てくれてる方も遅刻とかそういうのって、まあ、社会人をしていたらあるかもしんないので、ね、注意してもらって気をつけてください。あ、予約来ましたね。今ね、今予約来ました。はい、来ました来ました。というわけで飯能高校と、僕の母校である狭山経済に今日は行ってみたいと思います。まあ、動画の許可を得てないので、僕らの休日ってことなんでね、あの高校とか特に載せることないですけど、はい、では来ましたね、ようやく。すみません、あの集合時間8時半という他にもかかわらずね、ギリギリに来ようとして忘れ物をして時間遅れてくるっていう安定の、あなたの名前はヒロトボーイです。はい、お願いします。というわけで本日はね、あの翔平 TV の休日ということで、はいはい、休日普段どんなことをしているのか、まあ、普段は何かしらマジである、土曜日撮影だったり日曜日は普通に草野球があるんで、草野球だけど撮影するじゃん。撮影するんで、うん、休みなんかないですね。ないと思う。休みだったとしても編集、うん、そうだよ、基本休みはないな。休みっていうのはただあのグラウンド取ってある状況じゃなくて撮影もしない状況ってだけで、基本的に休みないよね。休みないっすね、うん、休みじゃないっすね。そう、ちゃんとした休みってなくて実際、はいはい、でも普通に生活してればさ、例えばあの主婦の方なんかさ、休みなんかないじゃん。ないわけじゃん。ないっすね。毎日お家のことして、はい、でやってるわけじゃないですか。やってます、ね、ってことはさ、休みないわけじゃん。その感覚なんですよ、俺らからしたら日常、この僕らの YouTube 活動は日常ということなんで休みがない。仕事休みじゃないですか。仕事は休み、土日休みでしょ、はい、仕事休みだけど、もう僕らの活動はもう仕事の日も休みじゃないし、休みなしで、まあ本当にね。でもまあこういう風にやってるからこそ、いろんな知識というかいっぱい経験できて、新しいこともできて、あと新しいお話もいただいたり、いろいろやらせてもらってるのかなと思いますんで、まあ無駄なことじゃないなとは思います。さあ来ました、高校来ました。先生いいんじゃね。あ、そうだ、すごいやん。まあそんな感じでちょっとやってきます。行ってきます。はい、というわけですね、今高校行ってきました、狭山経済高校。そしたらなんとね、ヒロトの高校時代の恩師が転勤してて、狭山経済に部長としていらっしゃいました。まあヒロトもね、先生お世話になってるし、はい、俺も母校の狭山経済ってことだし、まあ今日もね、ヒロトと会えてすごい嬉しそうにしたし、監督さんね、はい、ああ先生ね、普通だったらいつもあのゴルフコンパで会うんですけど。ゴルフコンパで会う、毎年。あ、そうなんだ。最近行ってなくてゴルフコンパ。まあ今後ね、たくさんまた交流していくと思うのでね。さあ先生に会ってどうでした。いや、変わってなかったですね。え、やっぱ辻先生は辻先生だったっす。情熱的で。ああ、まあそうだね、すごい。なんか俺初めて会うんだけど、なんか初めて会った感なくて。そうなんですよ、自然に話してた。俺何回も会ってる人かなって思うぐらい、やっぱさあるじゃないですか、やっぱあの何、交流なんか話しやすいとかあるじゃないですか。すごい親身に聞いてくれるし、なんかその最近のやっぱ野球
事情というか最近の指導論とかそういったところもご相談いただいて、すごいなんか最先端を行こうとしてくださっているというか。そうです、最先端行ってます。やっぱさ、ね、昔の人は昔の、ね、理論があって、それを今の子たちにこうなんか指導するっていうのはあると思うんだけど、じゃなくてもう 今の時代に合った指導法をこう見つけて探してこう勉強をされて、すごい熱心な、僕的にはすごいなと思いました、うん、自分の高校の時もフォースタース理論を教えてもらったんで、うん、まあ、それがあったので、まあ、成長できたきっかけにもなりますね。まあ、野球としての勉強っていうのができます、ね、なるほど。トーク力に関してはどうでした？トーク力、高校時代はトーク力に関しては自分ですか？はい、自分あんまり良くなかったっすね。だろうな。トーク力指導はあったんですか？ちなみになかったです。なかったの、じゃあしょうがないな。熱いっしょ、熱っ。じゃあこれで1回やります。はい、チャス、チャス。はい、というわけでですね、はい、2軒目の高校周りに行ってまいりました。はい、ここで仕事、なんか試合しましたね、試合ね、試合してましたね。球場で試合してるのを、まあ、見学させていただいて、呼んでいただいた先生や、まあ、コーチの方とお話をして、はい、今後ね、なんかコラボできるんじゃないかなっていう予感はしております。まあ、貴重な、貴重お時間をいただいてね、やっぱ選手のさ2年半の野球人生の一部をお借りしてやるわけですから、結果のね言ったけど、やっぱこう知ってる人は知ってるし、はいはい、なんか中学生の時にこうやっぱ取材した子たちがいたりね、いましたね。いい一日でしたね、一時いい時間でした。選手たちがね飯食ってる時にね、ちょっとみんなの前でねロンティーを披露するっていう、はい、しましたね。そんなシーンもありましたけども、なんとか作語を打ったんでね、みんなからこうおーっていう声もいただきたし、まあ、呼んでいただいた先生たち本当にありがとうございました。まあ、今後またいい活動ができるんじゃないでしょうか。すごい楽しみにしております。じゃあとりあえず2軒行きまして、今だいたい1時半ぐらいなんですよ、時間が。まあ朝8時半ぐらいから始まって、もう何時間、3時間、じゃあ4時間、5時間か、5時間経った、5時間経ちました。早いですね。うん、5時間経ちましたよ。まあ今日はねこれでまあ帰宅して、はい、各自編集やら配信やらいろいろあると思うので、まあ互いに明日ね、別チームではありますけど明日野球があるので、まあ、僕は連盟だし、連盟、別の連盟なんで、まあそこの準備とかしつつ、野球道具の準備しつつ、はい、コンディションの準備もしつつ頑張っていきますか。頑張っていきましょう。はい、本当よかったね今日は。まあよかったんじゃないですか、まあ、ある意味半日、たった半日ですけど、いい経験かなって思いましたね。うん、はい、というわけでですね、今回は翔平 TV の休日、普段どんなことをしているのかというところで、撮影じゃないところでこういった普段は、交流できない方々と、野球チームの方とかそういう方と、交流して、また別日でねこう取材に行ったりとか、そういう風に活動してるというのを、まあ実はやってたんだよっていうのをご紹介いたしました。はい、まあ本当にねたくさんいろんなチームにお呼ばれしてもらってるんですけど、なかなか行けないので、ね、時間に限りはありますけども、行ける範囲でね行かせていただきたいなと思ってますので、今後とも、よろしくお願いします。今後とも頑張っていきましょう。今ね動画 YouTube 投稿1300本ぐらい、もうそんな行ったんですか、出しましたけども、まだまだやばいっすね。1年でやっぱショートが多いっすね、やっぱね。まあでも頑張って、今後とも頑張ってやっていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではよろしくお願いします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではおしゃショーヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ来て野球やろうぜ。